ましたくわチャンネル。こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よはい、本日はですね、白洋亭さんに行ってまいりました。こちらのお店は秋葉原駅から歩いてちょっとしたところにあります、うま辛カレー専門店となっております。もううま辛カレーと言いましたら、もうちょっとね、頭にパッと浮かぶのは関西系のこの辛みがあって甘いカレーなのかなと。こうビジュアルも見た感じ、こう、まあ、某チェーン店にも似てるような、そんなカレー屋さん、白銀亭というね、すごく、関西でも有名なお店があるんですけども、そことは関係ないみたいなんですが、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。白洋亭さんは食券制となっております。基本的なカレーのメニューは9種類。とんかつカレーが人気のようですが、エビフライなどの揚げ物もあり、もちろんトッピングで様々追加もできます。本日はとんかつ温玉カレーの普通盛りを注文。こちらが本日注文したとんかつ温玉カレー。大きな真っ白な器にもりもりと盛り付けられたとんかつ、その上にどっぷりとかけられたカレーがたまらず、輝くこのビジュアルもたまりません。プルプルしている温玉なんかにワクワクしながら、ちょっと可愛らしげのある引き出しを引いてみると、そちらにスプーンがあります。それではワクワクしながら早速いただきます。まずはルーの方からちょろりと、しっかりと後からスパイシーさのくるカレーで、本日もうまし。固めのライスと相性抜群。もちろんとんかつは食べやすいサイズにカットされ、厚みも程よく、口の中でスパイシーさと肉の旨味のナイスな融合。温玉は潰すタイミングはもはや早め。少々そのとろーりをとんかつにかけてみて、卵の黄身とんかつカレーの重層感を味わいながら、口の中で緩和されていくスパイシーさもこれまたあり。らっきょうや福神漬けがよく合うカレーとはもちろんこのこと。こちらで少々さっぱりさせてなんて、どんどん食べれちゃう、そんなお一皿。本日も完食ごちそうさまでした。辛みが強いパターン。まあ、強いと言いましても、辛いという意味ではなく、甘みと辛みのコントラストの問題なんですが、ほぼ甘みはない感じでした。まあ、よく看板見たらね、うま辛カレー専門店なので、甘いとは一つも書いてなくて、まあ、こう自分が間違えただけなんですけども、こう辛みで、ね、しっかりスパイシーな感じで押してくる感じ。そして、そのカツも通ってから揚げていただけるので、熱々サクサク、少々お時間いただきますといった感じでした。ちょっとね、個人的に、こう卵混ぜながら、カツと合わせていくのも面白いですし、ほうれん草だったりチーズのプラスもあったので、そっちでね結構楽しめたりだとか、投資営業してるので、サクッとスタンドカレー的には使い方もできると思います。使い勝手のいいお店、さささっとね美味しいカレー食べたい時にも使える、そんなお店かなと思います。まあ、最初はねカツと卵でいくのがいいと思いますので、その辺も楽しんでみてください。はい、というわけでカレーにとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほら皆さん、また次回。バイバイ。